レイレッパン、レイレッパン、レイモンド・ジョン・レパン、1979年7月20日帯は、南アフリカのプロレスラー。ヨハネスブルグ出身。ポール・ロイド・ジュニアと共に、プロレスと勉学においての教養を養うために、イギリスに5年間留学。イギリスの団体である FWA のレスリングアカデミーでトレーニングを積んだ。2006年にロイドと南アフリカに帰国し、 WWP ワールドレスリングプロフェッショナルズに入団。ロイドとピュアジュース、ピュアジュースなるタッグチームを結成し、トップへと成長。ロイドが、WWP から離脱してからはシングルへと転向し、肉体を改造すると技にも魅力ある、パワーファイターへと変貌した。ロイドから遅れること2年、2010年に、WE とディベロップメント契約。参加である。 FCW にて、レオ・クルーガー、レイオ・クルーガーのリングネームでデビュー。夏頃から出番が増え始め、2011年よりシングルとして活動。9月にフェイタル4ウェイ形式による FCW フロリダヘビー級王座戦を制して、ベルトをダッシュ。2012年、リーキー、マイク・ダルトン、セス・ロリンズといったレスラーたちとベルトをかけて、 構想を展開するが、ロリンズからベルトをダッシュされた。5月、FCW と NXT が統合され、新設された NXT 王座を争うゴールドラッシュトーナメントに参加するが、リッチー・スティムボートに敗れた。9月より狂った密漁者ギミックで活動を開始。12月5日、タイソン・キッドとの試合において敗戦するが、直後に介入してきたカシアス・オーノが、 タイソンキットを襲撃し結択。カシアスとタックを組んで、インターナショナルエアストライク、タイソンキットジャスティン・ガブリエルと構想。2013年1月、新たに開設した NXT タック王座をかけた、初代王者組を決めるトーナメントに、大野と出場するが準決勝にて、ブリティッシュ・アンビションと対戦し敗戦した。以降、大野とのタックは解消し、 シングルに戻って構想中であったガブリエルと対戦することになるが、いずれも勝利した。ガブリエルとの抗争後、7月より NXT 王座を狙い、ベルトを保持するボーダラスと抗争するも惜敗した。9月よりエグザビアー、ウッズ、アントニオ・セザーロと抗争を展開した。NXT では常連として定着していたものの、11月23日の NXT ライブにて、リングネームを、アダムローズ、アダムローズへと変更するとともに、映画である、ネトラレ男のラブバカンスのスピンオフ品である、伝説のロックスター再生計画。ノーラッセルブランドエンジルロックの神様ことアルダス、スノーを元にした、ロックスターギミックへと一新。バロンカービンを相手に、ギミック変更後の初勝利を手にした。以降、NXT ライブにてウェスリー・ブレイク。 コリー、グレーブスから勝利。また、2014年1月17日には、天才と対戦して勝利した。3月6日、NXT にて、アダム・ローズとしてパーティー好きで合流するキザな、男というギミックで、初登場。彼を辛抱し、思い思いの仮装で盛り上がるローズバズ、ローズバズなる、多数の男女を引き連れて入場。ウェスリー・ブレイクを相手に難なく勝利してみせた。 以降、カマーチョやダニーバーチといった相手に連勝した。2014年4月7日、RAW にてビデオプロモーションが行われた。WWE と並行して NXT ではカマーチョを引き合いに出してバカにしていたことから構想へと展開。5月5日、RAW にてジャック・スワガーとジェブ・コルターがリング上にて他国出身のスターたちを苦労していたところに ローズバズを引き連れて登場し、スワガーとコルターを挑発した。以降、RAW やスマークダウンにて挑発し続けたことにより、スワガーとの構想へと展開。5月26日、RAW にてダミアン・サンドを相手にデビュー戦を行う。試合途中に、スワガーがパーティーメンバーの一人を人質にし、隙をついた背後からサンドに襲われるも、結局は、 パーティーホールを決めて勝利。その上、直後に襲撃してきたスワガーも帰り討ちにした。5月29日、NXT のテイクバーにてカマーチョと因縁の対決を行い勝利した。RAW では、ローズバズの一人であるザバニーのアシストを受けるようになり、スレーター・ゲーター、キース・スレータータイタス・オニールと構想を展開。10月7日、 スマックダウン15周年記念大会にてケインとの試合を組まれるがジョバーという形で敗戦。11月7日、アールトルースとの対戦にて、アールトルースの代名詞でもある、ウォッツアップちゃんとに続いて、自身も叫ぶがブーイングを受け、試合でもザバニーに気をそらされた隙を突かれて、丸め込みで敗戦。試合後にザバニーを押し倒して、他のローズバズと共にバックステージへと戻る。 同月17日のスマックダウンでは、ザバニーとタッグを組んで、ゴールダストスターダストと対戦。試合途中まで優勢に進めていたもののザバニーからのタッチを拒否をしたことで敗戦。試合後には、ザバニーにパーティーファールを決め、以降もザバニーとギクシャクした関係を続ける。2015年1月、ザバニーの正体がガブリエルであることが対談後に、発覚してストーリーはとんざ。 以降、前座番組である、メインイベントとスパースとアーズでの出場が中心となり、8月より、自身から、レオクルーガーへのギミックへ戻りたいことを告白すると、同月より、WWE ライブにて、ブラッドマドックスとビーフモード、ビーフモードなる、タッグチームを結成したかと思えば、9月よりメガネを、かけて、コスチュームを、ショートパンツへと一新したパーティーの盛り上げ下手なパーティー。 プーパーギミックへと変更。10月13日にはプロモーションにて、ザバニーの再来を予告するが、同月16日のメキシコでの、WWE ライブにてファンダンゴとの対戦で、キックを受けた際に、脳震盪を起こし欠場した。2016年1月4日、RAW にて、キース・スレーター VS、ドルフ・ジグラーとの対戦の際に、スレーターのセコンドとして、カーティス・アクセル、 ボーダラスと共にソーシャルアウトキャスト、ソシャルトカースツなるユニットを結成して登場。終盤に、ジグラーのスーパーキックを浴びて窮地に陥った、スレーターをサポートするために、アクセルとダラスで介入し、隙の出来たジグラーに対して、スレーターが丸め込んで勝利。同月13日、ユニットの結成経緯に関して4名全員が、 元王者であり、才能を持ち合わせているのに長期間まともな扱いを受けなかったという通点があったとインタビューで答えた。4月16日、ウェルネスポリシーに関する違反を犯し60日間の出場停止処分を受けた。5月11日、フロリダ州に所在する自宅に手妻に対する家庭内暴力で通報されたことにより、ドメスティックバイオレスの容疑で逮捕。 この事件により WWE からは無期限による出場停止が発表された。同月23日、WWE に契約解除を求めて受理され、大壇となった。WWE 解雇後、リングネームをアルドローズ、アルドローズへと変更し、髪型を単発にする。2016年7月23日、マサチューセッツ州を拠点とする BTW。 ビッグタイムレスリングに参戦。元、WWE 所属のダミアン・サンドーと対戦。最後に丸め込まれると3カウントを奪われ敗戦した。8月18日、ニック・ディンスモアがサウス・ダコタ州にて主催する、ミッドウエスト・アルプロ、ミッドウエスト・オール・プロレスリングに参戦。ディンスモアと組んで、デビン・トーマスネート・レッド・ウィングと対戦。最後に、トーマスへ。 自身のスイートチンミュージックからディンスアのペディグリーへと連携を決めて勝利した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。